ソンマロンバルドは、イタリア共和国ロンバルディア州、バレーゼ県にある、人口約1万7千人の基礎自治体。ミラノの北西約45キロメートルに位置する都市で、イタリア最大級の空港の一つであるミラノ・マルペンサ、国際空港のターミナル2がある。バレーゼ県外略図、バレーゼ県南部に位置する。県と、バレーゼから、南南西へ18キロメートル、ノバーラから、 北北東へ 27km、州都ミラノから西北西へ 45km の距離にある。地域南端はミラノマルペンサ国際空港の敷地となっている。空港名にあるマルペンサは、もともと地域に含まれる集落の名称であった。1990年代からの空港改修によって、フェルの地域に新たなメインターミナルビルが建設され、従来のターミナルビルは、 ターミナル2となっている。隣接コムネイタリアの地震リスク階級では4に分類される。ソンマロンバルドには以下の分離集落がある。副用機カプロニシ A1。イタリアで初めて製造された実用的航空機であるが初飛行中に損壊した。航空技術者のジョバンニバッチスタカプロには1908年にミラノで航空機製造会社を設立した。 1909年、カプロニシャは当時陸軍が使用していたマルペンサの農場跡を飛行機の開発拠点として使用する許可を得、飛行場を開いた。これがミラノマルペンサ国際空港の原型となる。ありがとうございます。